皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ルルナルと申します。さあ、またですね、ホラーゲーム、ノベル系かな?やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。白いプリンター。白いプリンター。私の家にあるプリンターは今ピンクです。どうしても去年かな、必要だったんで、去年ってプリンター買えなかったんですよ。多分半導体の問題で品薄ばっかで。で、急いで必要で、どうしてもすぐ手に入ったのがピンクだったんですね。で、うちは、桃色のプリンターですね。ということで、桃色プリンターですけど、このゲームは白いプリンターです。完全に初見ですので、これかな?始めましょう。ポチッと。お、綺麗な部屋ですね。いいですね。なんか、この春社会人になり、マンションで一人暮らしを始めた僕は、ある問題に直面していた。いい部屋住んでるじゃないですか。この見てください、この L 字デスク。L 字ですよ、L 字。ガラスですね。ペット。観葉植物。きぃ。行きましょう。で、これ音はないのか、ちょっと一回見ていいですかね。ちょっと今、設定をいじらせていただきました。この春社会人になって、マンションで一人暮らしを始めた僕は、ある問題に直面していた。女かな。今までのバイトとは違って、まとまった給料をもらえたのが嬉しくて、後先考えず、つい散財してしまったんだ。ああ、なるほどね。よくあるね。給料日までは、あと一週間だというのに、財布には2000円しか残っていない。一日250円くらい使えば大丈夫だよ。貯金を下ろそうにも、残高が3桁まで減った通帳を見て顔面蒼白になるのは、これでもう2ヶ月連続だ。2ヶ月連続じゃもうダメだな。3桁って300円、100円ね。はい。特別高価なものを買って遊んでるわけではないのに。多分一番のネックは食費だ。毎日焼肉じゃい。僕は自分で料理をしないため、外食費やコンビニの弁当代が積み重なって、トータルで考えると、思った以上に食費がかさんでいた。やっぱり、自炊するしかないか。まあ、この感覚で自炊してもね、多分ね、あれだよ。なんか、炊飯器とかさ、そういうもの揃えようとしちゃって、結局使わないパターンでね。安いスーパーとかで、閉店間際に行ってね、の 30% 引き、50% 引きを買った方が、一番ね、安いかもしれない。詳しいな、私。観念するように、僕は一人つぶやく。ネットで調べた、一人暮らしの先輩方の知恵によると、自分で食材を買って料理をすることで、意外と生活費が節約できるらしいのだ。まあ、それはね、できる人が書いてるからね。その知識が全てね、役に立つと自分に当てはまると思ったらいかんよ。包丁など、学校の調理実習でしか握ったことがない僕にとって、自炊はハードルが高いように思われるけど、今はインターネットで検索をすれば、僕みたいな料理初心者でも、簡単に作れる料理のレシピが、惜しみなく公開されている。私のね、簡単レシピ言っていいですか?まず、パスタを茹でてください。茹でてください。パスタをね、茹でていただいて。で、茹で終わったパスタにですね、オリーブオイルと塩昆布。それを混ぜてください。それだけで絶品です。はい。本当美味しいですよ。便利な時代に生まれた喜びを噛み締めながら、僕は目の前に置かれた白くて四角い機械から伸びる電源プラグを握りしめた。ああ、プリンターのことね。白いプリンター。これがあれば
僕がネットで集めたレシピを印刷できる iPad でいいじゃん。先日スマホ画面でレシピを見ながら料理に挑戦してみたんだけど、慣れない僕は料理中手が滑ってスマホを鍋の中に落としてしまい、初めての給料で買った最新スマホを危うく壊してしまうところだった。ほらね、自炊とかをね、節約だってやろうとすると余計なお金がかかるのよ。それに紙一枚にレシピが収められた紙媒体なら、料理で手が汚れるたび毎回拭いてスマホ画面をタップして手順を確認する面倒もないだろう。インクカートリッジの値段わかってるか？プリンターのインクカートリッジの値段は結構するぞ。コンセントにプリンターのプラグを挿し、電源スイッチを押すと少し間を置いて緑の電源ランプが点灯した。続けてプリンターの内部から聞こえてくる短い起動音、ウィーン、やった動いた、やった動いた、それは動くでしょう。内心僕はほっと胸を撫で下ろす。実はこの白いプリンター、僕の住むマンションの敷地内に放置されていたのを見つけて、ついさっき部屋に持ち帰ってきたものなのだ。これっていいんだっけ？放置されてるものって勝手に持ってきていいんだっけ？数日前に見つけた時は、粗大ゴミを勝手にするなんて不手野郎だと近所迷惑な気持ちで横目に通り過ぎたんだけど、このタイミングで家にあったプリンターが壊れていたことに気がついたのはラッキーだった。まあ捨ててあるものも壊れてるって普通思うけどね。何しろ生活費を節約すると心に決めた今の僕には、レシピのためとはいえ新品のプリンターを買う余裕なんてない。まあ、その300円しかないからな。早速試しにレシピのページを開いて印刷ボタンを押してみる。これクックパッド、大手料理投稿サイトのレシピを印刷した紙がプリンターからスムーズに出てきた。プリンターを動かすには専用のドライバーが必要かもしれないと思っていたため、少し拍子抜けしたのもつかの間、プリントアウトされた写真を見て僕は自分の目を疑った。まるで写真のような鮮明さ。モニター画面よりもさらに発色が良く、プリントアウトしたレシピに載るとんかつの写真からは、揚げたてのサクサクの衣やジューシーな肉汁の匂いすら感じられるほどである。これ肉汁ってさ、肉汁って読む人もいるけど、僕肉汁なんだけど、どっちが正しいかな、肉汁かな。とても捨てられたプリンターから出力されたとは思えない高品質な出来栄えだ。世の中にはもったいないことする人がいるもんだな。まだ問題なく使えるものを前の持ち主どうして捨てたのかはわからないけど、この白いプリンターは僕がありがたく活用させてもらうことにしよう。へっへっへ。一室物と僕は相変わりこの効果音するだるの。ちょっと待って、効果音もうるさい。効果音ちょっとうるさい。ごめん。僕はあらかじめ料理サイトを巡ってピックアップしておいたレシピを十数枚ほどプリントアウトした。幸運にも OS に標準で付いている印刷機能が使用できたため、複数登録すれば連続でプリントができる印刷ジョブ機能を利用し、気に入ったレシピを片っ端から放り込む。プリンターは紙詰まりを起こすこともなく快調に稼働を続けた。よし、このくらいでいいかな。パソコンのモニター画面に映る印刷予約のデータが空になったことを確認して、僕は印刷されたレシピの束を手に取る。印刷の出来栄えに満足して一枚一枚
確認しながらめくっていると、ん ?What? What happened? なんだこれ。ふと違和感を感じて、僕はその手を止めた。印刷したものの中に、料理のレシピではないものが一枚混ざっている。え？何これ？それは、モノクロで印刷された、見知らぬ老婆の横顔だった。わ、あ、わ。あんぐりと口を開いて、何かを見ているようだけど、構図が顔のアップなんで、老婆がして、ごめんなさい。喉がね、イガラっぽくなっちゃった。構図が顔のアップなんで、老婆が視線の先に何を見ているかはわからない。生活の中のふとした瞬間を撮ったようにも見えるし、モノクロということもあって、カメラマンを目指す写真家の卵が芸術家気取りで撮った課題みたいにも思えた。なんか上からだな、評論が。よく見ると、老婆の額にはハエが一匹止まっており、これはシャッターチャンスだと思ったのかもしれない。スタープラチナがね、あの、アスワンツエツエバイをね、へーってね、模写するんだよ。ジョジョです。いずれにしよう、高等な芸術を理解する繊細な心など持ち合わせていない僕が、プリントしようとしたものでないことだけは確かだ。自己分析がね、うん。いい部屋だな。原因を探ろうとした僕の思考は、自分自身の大きなあくびによって遮られた。頭を上げて壁掛け時計を見ると、もう日付が変わっている。まあいいか、それより明日も早いからもうねえよ。僕は慣れた手つきでパソコンをシャットダウンし、倒れ込むようベッドに向かった。なんかちょっと今日発音がおかしいね。ずっと僕のね、僕の発音が。深く考えても仕方ない。そう、深く考えても仕方ない。ネットサーフィンのついでにレシピを探していたんで、大方自分で気がつかないうちに関係ないサイトをうっかりピックアップしてしまったんだろう。エロサイトじゃなくてよかったな。それからというもの、仕事から帰った僕は、印刷したレシピを見て自炊するという当初の目的を忘れ、ネットでさらにレシピを探してはプリンターで印刷をするという作業を毎晩繰り返していた。何食ってんだ、じゃあその間1日200以下で生活できてるのか。どうやら僕はレシピを印刷しただけで作った気になってしまうらしい。そうそう、だからね、アイドルの写真と集を見るだけで、なんか、彼氏になった気分になっちゃうみたいなね。うん、そんな感じだよね。違うか。料理初心者の自分が作れるか、甚だ疑問なレシピでも、うまそうな料理を見ると、じるじるっと、条件反射で印刷してしまうんだ。それにしても、このプリンター、本当にいいな、優秀だよ。拾った当初は捨てられていた中古品だし、文字さえ読めればいいという程度の感覚だったんだけど、こうも画質が綺麗だと他にもいろいろと印刷したくなってくる。エロサイト、そうだ、あのエロサイトをプリントして写真を、部屋に飾ろう。飾るの、旅行写真ね、旅行写真を印刷しよう。デジカメで取り込んだ画像フォルダの中から去年の夏に撮った旅行写真のデータを探す。海で泳いでいるお姉ちゃんたちをちょっと遠くから撮った写真だ。違った。いや、まだった。ごめんなさい、横島の僕の考えが。大学生活最後の夏休み、僕は高校時代からの友人4人と一緒に富士登山に挑戦したんだ。だが他の3人はもう…てんてんてん。雲海に浮かぶ見事に伸びた影富士を背景にした集合写真は僕が撮った自信作だ。あいつら今頃どうしてるかな。まあ
僕が山でやっちまったんだけどね。そういえばお互い新生活で忙しく、最近はあいつらと連絡を取ってなかったことに気がついた。落ち着いたらまた5人で集まって近況報告会という名の飲み会でも開こうと思いながら、僕はプリントアウトした影富士の集合写真を壁にかけたコルクボードに留めた。あれ？ちょっと待って、5人？待ってね。あ、友達4人と一緒。あ、そっか、撮ってるからね。集合写真って割には自分はいないんだ。三脚立てて撮ろうよね。翌日僕は料理サイトをもう一回来た。昨日の夜、レシピ見ながら作ってみたんだ。豚の生姜焼きが非常に好みの味で、味覚に合うこの作者のレシピをもっと味わってみたいと思ったからだ。あ、自炊したんだね。えらい。作者の料理研究家、丸猫スプーンさんは、料理本も出版した経験があるというベテラン主婦だ。レシピに小さく載っていた写真では、健康的な小麦色の肌に、糸目の丸顔が印象的な中年女性だった。惚れたな。料理サイトの自己紹介に載っている彼女のホームページアドレスには、ここには掲載されていないレシピもたくさんあるらしい。早速リンクして彼女のホームページに飛んでみる。優しいパステルカラーと可愛い丸文字フォントで統一されたサイトデザインの中、大きな丸スプーンを抱えた太った猫のキャラクターにほっこりする。だがそんな緩い雰囲気に似つかわしくない固く大きな文字に視線を移した僕は、一瞬自分の目を疑った。大切なお知らせ。あ、なんか始まったぞ。大切なお知らせ。本日未明、このサイトの管理人である私の妻である丸猫スプーンが交通事故により亡くなった。つい昨日知った人が今日亡くなった。このニュースに関して検索をしてみると、レシピ投稿サイト界隈ではすでに話題になっているようで、偶然事故を目撃したという人物のブログに詳細な内容が書かれてあった。大型トラックに後ろから追突されて、軽自動車に乗っていた彼女は車ごと前後に潰されて即死だったらしい。わあ、ね、今お盆だからね、ちょっとまた事故増えてるから気をつけようね。普段ね、やっぱり運転慣れてない方がね、長距離運転するからね。僕に美味しい生姜焼きのレシピを教えてくれた人の突然の訃報にただただ驚くばかりだ。もっとたくさんの家庭料理を世に送り出したいという志半ばで亡くなってしまうとは、きっと彼女もさぞかし無念だろう。なんか急になんか変わったね。一週間後、僕は一緒に富士登山をした友人たちと意外な形で再会した。集まりから帰宅した僕は、着替えもせずに部屋に飾られた影富士の集合写真を眺めながら、今日一日の出来事を頭の中で振り返る。久しぶりの再会を互いに喜び合うことなく、僕たちは暗い面持ちで線香の匂いが立ち込める黒い行列の中にいた。2日前、登山メンバー5人のうちの一人だった村山が死んだのだ。足を滑らせ階段から落ち、頭の打ち所が悪かったらしい。あいつ本当ドジだったよな。あの山を登れたのも奇跡だよ。終始誰かのすすり泣きが絶えなかった葬儀を終えて、
黒いネクタイを緩めながら、隣にいる谷口が日の沈む空を見上げ、独り言のようにつぶやいた。メンバーのリーダー格である谷口は、自分が言い出した大学時代の富士登山を思い出していたんだろう。小柄な体に似合わぬ大きな登山用のゴーグルをつけた彼が、慣れぬ登山で足取りを遅れがちな村山を冗談交じりで叱咤激励していた。登山の列で最後尾だった彼は、煙に姿を変えて誰よりも早く遥か上空へと登ってしまった。まだ20代という若さでこの世を去る子供を見送らなければならなかった模試の村山夫妻を思い出す。出棺の時、それまでこらえていた悲しみが一気に吹き出したかのように、子供の名前を叫んで棺に泣きすがる母親と、それを見て肩を震わせ静かに涙を流すことしかできなかった父親の姿を見ると、息が詰まるほどに胸が痛んだよ。村山くんが亡くなってしまった。そうだ、僕が撮った生前の村山の写真が少しでも二人への慰めにならないだろうか。おお。富士登山の写真をプリントして彼の両親に息子の思い出を残そう。そう思い立った僕は、画像フォルダの中から村山が撮った写真をピックアップした後、白いプリンターを起動させた。まずはこの影富士の写真からだ。ヒーホー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 シャッ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 シャ。印刷をスタートすると、プリンターの液晶にはデータ受信中と浮かび上がって、当たり前のように印刷が開始された。だが廃止口から少しずつ見えてきた印刷用紙の画面が何かおかしい。そこにはあの鮮やかな色はなく、白と黒で世界が構成されていた。いや、問題は色味などよりもそこに映ったものだ。影富士を背景にした四人の姿はなく、なぜか村山一人が画面全体を占領している。そしてその村山の頭は、まるで頭部だけ画像ソフトで回転させたかのように不自然な方向へ。おう、さ、携帯だ。印刷用紙に映し出されたその前方を僕の頭が理解する前に、テーブルの上に置いておいたスマホから着信音が鳴って、僕はハッと我に返った。画面に表示された名前を確認することも忘れて、半ば自動的に応答する。ピッ。受話口の向こうから聞こえてくる声は、息を荒げた谷口だった。おい、テレビ見たか。一体何を伝えたいのか要領を得ない唐突な谷口の第一声。いいから早く見ろと、何やらただごとではない様子の谷口に言われるまま、僕はテレビのスイッチを入れる。テレビにはどのチャンネルもテロップで列車の脱線事故の速報が流れていた。僕たちが今日葬儀に出席するため利用した路線名だということに気がついて、一瞬で背筋が寒くなる。が、え、が、ガンダム。谷口がおえつまじりに何か言ってる。よく聞き取れない。泣いてるのか？と、が、とが、
乗ってたんだよ。トガが？あの列車に。誰と誰が？という僕の問いは、いつの間にか始まったプリンターの印刷音によって書き消された。一回ギーガシャンギーガシャンギッギッギ、二回ギーガシャンギーガシャンギッ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 。今プリンターが何を印刷したかなど確認しようとすることさえ忘れて、僕は列車事故のテロップの死亡者一覧に流れる二人の名前に目を奪われていた。ええ。あの二人、今日の葬儀が終わって、僕と谷口が帰った後も、葬儀の片付けを手伝いたいと言って残っていたんだ。いい二人じゃないか。おい、君と谷口どういうことだ。確か個人とは、小学校からの付き合いだった。僕の友人が、この数日間で、一気に三人も死んだ。あまりに現実感がない事実を前にして、僕が力なく視線を床へと落とすと、視界の隅の白色が目に留まった。いつの間にかベッドの下に一枚、印刷用紙がプリンターから滑り落ちていたらしい。僕はスマホを耳に当てたまま、暗闇に落ちた一枚の印刷用紙を拾い上げた。何が印刷されてんの？これ何これ？それは、僕が影富士を印刷しようとした紙同様に、モノクロでプリントアウトされていた。これ人の顔だよね？違う？閉塞感のある暗い画面の中、丸顔の中年女性が顔の周辺にガラスの破片をきらめかせながら、何かの圧倒的な力で背後から押しつぶされたように、頭から目から鼻から耳から口から黒い液体を垂れ流している。うわ、あの丸岡スプーンさん。陥没しているであろう後頭部のすぐそばに落ちた見覚えのあるスプーンを抱いた猫のストラップから、この女性が最近見た誰かであったことを思い出した僕は、先ほどプリンターが勝手に印刷をした残り2枚に何が映っているのかが想像できてしまった。おそらくそれは、谷口、聞いてくれ。お前がやばい。なんとなくお前がやばい、次は。信じられないかもしれないけど、僕がプリンターで印刷をした人が死んで、その死に顔がモノクロでプリントアウトされてくる。こんなことなんてあるんだろうか。いや、あるわけがない。あるはずがない。僕が殺したなんて、あってはいけない。だって、死んだ友人三人と一緒に、影富士に移った谷口は、現にこうして今僕と。谷口？おい、谷口。スマホのステータスが通話中になっているのにもかかわらず、いつの間にか返事が途絶えた相手に呼びかけ続ける僕の背後から、印刷音が聞こえたのはそれから数分後のことだった。あれからどれくらい時間が経っただろうか。僕は床に体を投げ出し、色のない世界に閉じ込められた谷口たちの死に顔を放心状態で眺めていた。谷口も、谷口までが。コルクボードを見上げると、影富士を背景に、一番手前で、満面の笑みを浮かべた、ゴーグル姿の谷口が、僕に向かって、ピースサインを送っている。あ、これ谷口さんですね。で、僕の感覚だと、多分、これがね、村山さん、
これが村山さんかな、多分ね。こっちかもしれないけど、ちょっと帽子がね。谷口は本当に、今僕が震える指で持っているこの紙に印刷された心臓発作のような死に顔で死んでいるんだろうか。単なる偶然だ。僕のせいじゃない。僕じゃない、僕じゃない。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。僕のせいじゃ。親しい友人たちを失った悲しみよりも、説明できない罪悪感と恐怖に押しつぶされそうになった僕は、自分に言い聞かせるようにつぶやくと、鉛のように重い足で、白いプリンターへと歩み寄った。お前のせいで、こんな薄気味悪いプリンター拾わなければよかった。女性料理研究家や友人たちの死とは関係がなかったとしても、もう二度と使うのはごめんだ。あ、デスノートじゃなくてデスプリンターだね。僕は白いプリンターを元あった場所に捨てるべく、力任せに電源を引き抜こうと、本体から伸びるコードに手を伸ばす。あ、印刷が始まった。突然プリンターがウォームアップ状態になり、液晶パネルにデータ受信中のデジタル文字が浮かび上がった。誰を印刷するんだ？おい、誰だ？誰だ、おい。なんだ？おい、止まれよ。とっさに電源プラグを抜くけど、プリンターは一向に止まる気配がない。紙を取るんだ、その時はね。その時は紙を止めるんだよ。中の紙を。ね。内部電源でもあるのだろうかと、プリンターのカバーを開けた瞬間、僕は愕然とした。そこには、本来あるべきはずのものがなかった。発色セットできるはずのインクのカートリッジが、一つもセットされていない。うわぁ、エコだな。いつから？まさか最初から？ただで手に入れた白いプリンターから出てくる色鮮やかな高品質のプリントに危機としていた自分を思い出して、言いようのない吐き気と恐怖が一気に喉元へとせり上がってくる。そんな僕になどお構いなしで、何かの処理を続ける白いプリンターの作動音を振り切るべく、頭を抱えるように僕は両手で自分の耳を塞いだ。やめてくれ。プリンターは止まらない。やめてくれ。プリンターは止まらない。うわぁ。僕は反響欄になりながら、ベランダへと続く網戸を開け放つと、プリンター本体をマンションの12階から地上に向けて力いっぱい投げ落とした。えらくいいとこ住んでるよ、この人。大学出て一人暮らし、就職して、こんないいとこ住んでんの？どうさ。遠い地上で、重たいものがぐしゃりとひしゃげる硬質な音を、僕は聴覚で確認する。今ってプリンターが落ちる音か、あんなの。なんかプリンターであんな音する？整わない呼吸のまま、額の汗を拭うと、続いて悪夢のような五枚のモノクロの死に顔をかき集めて、力任せにビリビリと破き、夜の空へと放り投げた。おまわりさん、変な人が上からなんか投げてます。暗い宙に舞う紙片は、強く吹いた夜風に乗って一片残さず、どこかへと運ばれていった。忘れよう。忘れよう。僕はプリンターなんて拾ってない。そう、何もなかったんだよ。僕は悪くない。緊張の糸が一気にほぐれて、どっと疲れが体に
押し寄せた僕は、そのままベッドに倒れ込んだ。大きくため息を吐きながら、仰向けになり、薄めでコルクボードに飾った影富士の写真を見やる。今、竹富士って言おうとしちゃった。コルクボードに飾った竹富士のあの踊ってるお姉さんたちの写真を見やる。竹富士ね。はい。印刷した人が死ぬプリンターか。なんだか、現実逃避に忙しい女子高生が、昔の人が信じた、写真を撮られると、魂を抜かれる、という迷信からヒントを得て作った、陳腐な都市伝説のようだ。女子高生をディスってるぞ。おそらく、一番後ろに映った人物から、手前に向かって、順番に死んでいくという設定がつくんだろうなと。影富士の4人を見て、僕は自嘲気味な笑みを浮かべた。それにしても、あの白いプリンター、最後に何を印刷しようとしたんだろうか。影富士には谷口たち4人しか写っていないし、この写真とレシピの端に写ってしまった不幸な料理研究家以外には、僕は人物を印刷した覚えはない。はずだ。あの白いプリンターを粉々に破壊した後だというのに、急に不安に駆られた僕は、影富士の写真をコルクボードから外して、まだじっとりと汗ばむ手でつまみ上げた。もしかしたら墨の方に、他の登山客でも映っていたんだろうか。僕は注意深く、影富士の写真をくまなく観察する。え？自分が映ってたんじゃないの？手とかさ。あ、ないのか。だが、余儀のすぐ後ろの背景は影富士が映った雲海が広がっていて、当然そこに人が浮かんでるわけもなく、谷口たち4人以外は人影すら映っていなかった。わからん、あのクリリンが無空術で飛んでたかもしれないね。どうやら僕の考えすぎだったようだ。いや、考えすぎも何も、そもそもこれは偶然じゃないか。俺は悪くない。たまたま友人たちが連続で亡くなるという不幸が重なっただけだ。俺は悪くない。僕がプリンターで竹藤のお姉さんの集合写真を印刷したことなんて関係ない。僕がプリンターで友人を殺してしまったなんてことは決して。何の音？その時、どこかからプリンターの印刷音が鳴り響いて、落ち着きを取り戻しかけていた僕の心に再び旋律が走った。この音、どこから聞こえてくるんだ？プリンターはさっき僕がこの手でベランダから投げ落としたばかりじゃないか。え？やめようよ、その見て鑑定。怖いこの街。全く明かりがない。こんだけ明かりがない街って怖くない？僕は白いプリンターの最後をこの目で確認してみようと、ベランダに出て、手すりに片手をかけた。え？フラグ立ってるじゃん、もう。地獄の釜の底のような暗闇が広がる地の上で、試算しているはずの白い機械片を確認しようと、なんとか視認しようと、必死で目を凝らす。What？ それは一瞬の出来事だった。できるだけ近くで確認をしようと、ベランダから少し上半身を乗り出した僕は、自分の意志ではない何かの力で、気がつけば下半身までベランダの向こうへと押し出されていた。映画のスローモーションのように、藤影の写真が僕の指から離れて、月のない
夜空へと浮かぶ。え？やっぱり映ってたんじゃないの？うわ、どうした？なぜ？僕は、僕だけは死なないはずなのに。その答えが目の前に舞い降りてきても、一足早く地上で血の花となった僕の瞳には何も映らない。ああ、なるほど。眩しい光を反射する谷口のゴーグルの中にカメラを構える撮影者が映り込んだ。五人の集合写真が僕の血で赤黒く染まっていく頃、白いプリンターは主をなくした部屋で新たなモノクロ写真の印刷を開始していた。ゴーグルに映ってたんだ。なるほどね。なるほどね。ああ、なるほどね。あ、なんかこの見てこのプリントアウトされてるのが、EA みたいになってるよ、これ。うわ、なんか怖かった、これ。これ、怖いね。怖かった。続けるとしたらなんか、アナザーストーリー？あ、違うか。ごめんなさい。あ、これはなかなか面白いわ。ね、プリンター拾っちゃいかんよ。ね。拾ったものってやっぱりなんかあるんだよね。拾うってことはさ、なんか赤いランプついてるんだ、これね。なんか、拾うってことはさ、なんかあれね、これ。赤いランプついたまま他の画面出てこなくなったよ。あれ？なんか動かないよ。あれ？始めるも何も出てこなくなった。あれ？不気味。なんで？何も動かんよ、これ。マウスが。単純に僕のパソコンがバグった。でも、ね、なんか拾っちゃいけないんだよ、これ。落ちてるものってなんか意味があるんだろうね。これはなかなか怖かった。ねえ、面白かったですね。で、皆さんありがとうございました。白いプリンターをお届けさせていただきました。もしね、ご興味のある方、ご自身でもやってみたいなと思う方、概要欄にね、URL 載せておきますので、ぜひ遊んでみてください。皆さん本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、ベルマークの通知をよろしくお願いします。サブチャンネルもメンバーシップもこの際ね、ドーンと行ってみようということでよろしくお願いいたします。それでは皆さんありがとうございました。なんかこれ動かないのがすごい気になってんだけど、さっきから画面がちょっと怖いけど、自由でございます。だから電源切れる、これ。だって動かないのは本当に。ということでね、自由でございます。またねー。Thank you.